次はね、実験の技ですね。これは、ストームキックですと。まず表、それから裏ですね。まずは表、相手が打ってくるものに対して対抗できるので、下から全に相手の正面打ちを受けます。こう受けるのではなくて、こう顔を受けるのではなくて、下から自然に相手の正面打ちを受けます。そしたら横へ半歩と半歩を踏むようです。まあ相手の上に入るのは全部右になるんですけども、この場合は正面に動けない。その時に、手は足はこうではなくて、ちょっと相手の方、相手の方の方の方の足の先を、親指の先を相手の方向に入れます。これだと相手は開くので、こっちの関係ないです。範囲は開いてますよ。これが、その点は入ってます。これが、こうやってこれだと相手の拳は通らないです。これが、こう開くと、この人の拳が通らないです。相手の自分を、視覚が強いですね。足の向き一つで精神が分かるしね。そうなりますので、一面におへそを相手の、自分の親指を相手の親指の方に。そしたら、こっちを越えて、膝から大きく伸ばして、膝の上に。それから、これで押してるんじゃなくて、腕の方向に引っ張って、それから、腕を押さえて決めます。腕を押さえて、もう体勢が一挙。一挙、一を教えるのが一挙で言いますけど、腕を押さえないと。いいですね。うん。肩が大きく回ってます。腕の方向は引っ張ってます。それで相手の方の足から押して、膝の付け根で相手の腕を、ここは直角です。裏ですけども、裏の足ですね。これも、親指の相手の親指の方です。それから肩から上の、手間から、最初通しますよ。手間からを回して、肩から大きく回していただいて、そして、膝の付け根を置いて。ちょっと30歩って言いますか、クリーニングは30歩って言ってましたけど、30歩って難しいので、相手が外に入ったときに、自分の足の親指が相手の親指の方向けば、それで指が成功する。これが開いて、相手のカウンターを取る。相手の右手。それから、半歩、右の下。もう半歩、相手の大きく回って、そして相手を取る。正面打ち一挙、重みが強いです。それではお願いします。はい、どうぞ。ちょっと、席休憩してください。